8月12日、目黒区民センター体育館で、夏休みにドッジボールが上手くなりたい児童のためのスポーツ教室が開かれました。この日は全4回ある教室の3回目。小学1、2年生が対象のこのクラスでは、最初に2人1組でキャッチボールを行い、これまでに教わったボールを投げる、取るといった基本動作を確かめながら練習しました。最近の子どもたちが走る、投げる、飛ぶといった要素の能力が低下しているっていう部分がありまして、取り組んだ教室になります。体を動かすだけではなく、ルールもしっかりと学びます。内野と外野のポジションの違いなどが説明されました。その後、ボールを当てる側と逃げる側にチームを分け、中当てと呼ばれるゲームを行います。パスを回して素早く攻撃することと、投げる人から遠くへ逃げることを意識した練習です。最後に行われた試合では、逃げるだけだった参加者も時間を追うごとにチームプレーを見せるなど、上達した姿を見せていました。すごく疲れました。ちょっと難しかった。ドッジボールの試合で勝ちたい。上手になってオリンピックに出てみたい。参加者は学校で上手くなった姿を早く見せたいと話していました。